はい、増田内閣さんは4万人ぐらいのチャンネル登録者数がいらっしゃるんですかねそれから動画一つずつが非常に面白くてね、えー、やっぱり編集もされているところもあるんですけどもテンポがいい喋り方ですよね私は特にね、すべての動画を2倍速で見てるんで特にテンポがよく映るのがこの増田内閣内閣さんでこの方がね、私はねあのー、やっぱり衆議院に 出馬するするごく自分ののことのように嬉しいです、ね、もうぜひやってくれと思いましたもうできればね私がやりたいところなんですけども私はまず町内会長から攻めていこうかなってところでございますって規模が全然違うなということころですよね。はいえー、それでねやっぱり私は今の時代無料の情報の方が有料より優れてると思うんですよ。 お有料の情報と無料の情報を比べた時に無料の情報,情報の方が絶対に数も多いし質もいいと思うんですよねだから有料の情報を買う必要は私はないと思いますまあそういった意味で即価塾っていうのは無料同然でいやもう本当に無料でね、えー、情報をどん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 出しております、えー、公開限定動画っていうのもありますけども基本的にはあ公開限定せずに一般公開で毎日毎日大量のコンテンツを出してるわけなんですよねじゃあですねなんで私の即価塾が売れていくのか っていうことなんですよ。これはいろんな理由があると思いますけども結局ねこれはあのーまあ、私が思うにね多くの方の声を聞くにあの恩返しなんですよ。やっぱりね人っていうのはあのー、本当に恩がある人には何かしたくなるしお金が払いたくなるんですよね。まあ、きっとそういう気持ちでないと私の即科塾には興味持たないと思うんですよ。 うん、ですからいきなり即下塾に入らせてくださいっていうのよりももうすでにね YouTube を1年ぐらい見てましたとか半年見てましたっていう人が即下塾に入れてくださいっていうふうになるわけですよね。でそこで私はね即下塾に対しては入ってもあんまり変わらないですよっていう話もするんですよ。入ってもあんまり あの新しいコンテンツが出たりしませんよと一部限定公開のがありますけどもそれはあの一般公開できないそういうふうな事情があるからやってるだけでその事情がなければ一般公開してもいいぐらいだみたいなね例えば社名が出せないとか個人名が出せないとかみたいなのはあるわけですよ。でもそのにには特に、えー 私はね素晴らしい情報とか気づいたことっていうのはあ隠さずにどん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 出すべきだと思ってますんで基本的にその限定公開の情報の中にそんなに高い価値のあるものをわざわざ織り込んでるかなと思ったら別に織り込んでないような気がするんですよただやっぱり限定公開の動画の中に、うん、さらなる気づきがあるっていうふうに考えてくださる方は多いと思いますなぜならそれは私の一般公開の動画に価値を感じて感謝を感じて入ってくる方だから受け取るセンスがね結構高いと思うんですよ 私は思うんですよよ、うん、高いと思うんですよですすから私の限定動画を公開動画を見てあなるほどこれは一般公開にできないよね一般公開にするのはちょっともったいないよねっていうふうな感触を持ってくれてると思うんですよねまあ確かにそういう部分があると思いますじゃあですね私が即可塾を2018年2019年を運営してきて、えー、一つの大きな気づきがあるんですけどもそれは何かというと、うん、やっぱり強制力ってやつですね それままででは私は私講義を送り込んでました速化塾っていうのは2013年から始まって2017年までビジネス中心のコンテンツ塾でしたけどもこれは何をやってるかっていうとコンテンテツが送られてくるんですよ要するにビジネスの動画がどん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 送られてきてそれをこなさないと次の動画を見ても追いつけなくなるんですよねそういう強制力でどん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 力のある人頑張れる人を残していって、えー、途中でね脱落する人は振り切ってもう置いていったみたいな感じです まあですから一部の人しかお金を増やすことができませんでしたで2018年からはそうじゃなくてまずお金を増やしましょうと増えて余裕になったらビジネスをやっていきましょうねっていうふうな形にしたんですよねそうするとどうなるかっていうと労せずお金ができる人はもうね苦労することをねやめちゃったんですよビジネスをやろうと思わなくなったんですよそうなんですよね残念ながら2018年2019年は私はビジネスの強制力を商品にしてなかったんで積極的に自分で自分のことを稼がせるようにしようっていう人はうん比率としてはね 2017年までの即価塾の9対1とまるで逆転しました大体1割9割ぐらいになりましたね1割ぐらいの方が FX 取り組んでいただいたりとか自己アフィリエイトからアフィリエイトを始めたりとか転売を教えてくださいとかなりましたけども動画をやったりとかね YouTube をバン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 作ったりとかっていう人いましたけども9割ぐらいの方は例のやつでもかったお金にあぐらをかいて 自分をを鍛えることをあんままり、ね、意識ししなななくっっちゃったような気がしますもちろん私の見えてないところでやってるのかもしれませんけどね私はあの例のやつで生まれたお金をいろんな塾高学塾買うのもいいですよっていうふうにお話ししますんで多分そういう意味もあってよそのね私の知らないところで知らないものを買ってる可能性はありますけどね、うん、はいそれでちょっとねあのお話をまとめていきますとあの払いたくなるような無料コンテンツを作れる 吉谷さんも言われてましたけどもこういった無料が氾濫してる時代だからこそ高いものがきちんと売れるような信頼関係なり発信力をつけておかないと結局はあ大きな、ね、流れと一緒になってしまうよってことなんですよ。そうなんですよ大きな流れはフリーコンテンツの時代でです無無料料ののものが無料で手に入るという時代です。 だからこそ、高額のものを売る一部の人が、本当の力を持っている人っていうふうに言えると思いますし、ビジネスを学ぶなら、高額なものを売って、それをうまく活かしている人だと思うんですよね。私もそれはね、非常に多く聞く、同意します。これはね、例えて言えば、キャバクラなんですよ。キャバクラに行ったら、原価を知っているボトルをその10倍ぐらいの値段で買うわけじゃないですか。店内でね。で、自分の指名したキャストさんに、どんどんどん貢ぐわけなんですよ。この人にだったらお金を使っても惜しくないと。 いうなな気持ちになるわけですよねでこれがどん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 進んでいくとちょっと例えが悪かったかもしれませんけどもあの家族ってものになっていきます家族にお金を使うことを惜しむ人っていうのはあまりないと思うんですよそれはお父さんであろうがお母さんであろうが同じだと思います子供さんたちもお父さんお母さん大好きな、ね、家族に何かプレゼントをするためだったら一生懸命アルバイトしたりとか貯金をすると思うんですよでこういういいいにお金がが払いたくて仕方がない人 っていう言い方になりますけどもいくらその人に使っても惜しくない人そういうふうな関係になるのが高額塾の売り方だと思うんですよね今はねだからそういうふうな関係作れなかったらやっぱりね低価格のものを売るのも難しいし、えー、それからね無料のものもなかなか受け取っていただけないみたいなことになってまさにねやってるのに儲からないっていう状態が起きてきますよ、うん、で儲からない情報発信者のことを誰も同情しないみたいなねそんな形になりますまあですんでね私はあのー、誰にそれぐらい 自分の生命を燃やせるかってこととも非常に大事だと思います私はあのー、2018年2019年と日本全国47都道府県オフ会っていうのをやりましたけどもこれはあのー、ただね夕食を食べに行くだけです日本全国にしかも旅費っていうのはもう自腹ですよこれ何でかっていうと私の視聴者さんに会いに行くためにお金を使いたくなったたんですよ自自分の自腹をかったんですよ もちろん、私を呼ぶんだったらいくらですよみたいなこともできましたよ。できましたけど、それをするんじゃなくって、ああ、本当に私は今度はね、お金を払って皆さんに会いに行きたいなって気持ちになったから、これをやったわけなんですよね。うんまあ、そういうことを考えると、まあ、気持ちっていうものがね、すごく大きいんじゃないかなと思います。いろいろ話は行ったり来たりしました。最初は松田内科さんの話からなりましたけども、今はやっぱりね、無料のものが主流の時代ですよ。だからこそ、 有料のものが売れるような力で差をつけていかないとこのビジネスの世界で生き残っていくことはできないんではないかなというふうに思うわけなんですよね。